伊勢神宮に続き、27日は歴史博物館を訪れた愛子さま。大勢の人が詰めかける中、意外な行動、に出ました。愛子さま、サプライズ、に子供歓喜。三重県明和町に到着した愛子さま。子供たちを見つけると、道路を渡って歩み寄られます。報道陣は慌ててカメラを向けました。最空歴史博物館、お訪問。 愛子様が訪問されたのは西空歴史博物館です。天皇の代わりに伊勢神宮に仕える西王、その住まいが斎宮です。愛子様、居住スペースはこちらの、内心王の中から選ばれた西王、西空歴史博物館天野秀明学芸普及課長。愛子様は、同じ内心王という立場だと思われますが、斎宮 西王について非常に関心が終わりのご様子で。西王は今、採取、と呼ばれ、現在は上皇ご夫妻の長女、黒田清子さんが務め、式年遷宮や大上祭、大上祭、でその姿を見ることができます。採取、愛子様との関わり卒論も、愛子様が将来、採取になることはあるのでしょうか 本宮内職員山下真嗣さん、戦後昭和天皇の王女の方が採取をおやりになりその後黒田清子さんが採取になる将来的に愛子内親王過去内親王が採取になる可能性は非常に高いと思う伊勢神宮側からすると天皇に近い方にお願いしたい気持ちはあるでしょうさらに愛子さまとこんな関わりも 愛子様の卒業論文は、敷地内親王とその和歌の研究、です。博物館に所蔵された絵巻には、敷地内親王、和歌が、西空歴史博物館天野秀明学芸普及課長、敷地内親王、西宮尿護という二人の絵をご覧いただいたが、展示にある和歌を非常に美しい和歌だと、お一人では初人無天皇領を参拝、 午後には奈良県橿原市に移動し、初代天皇とされる神武天皇陵を参拝されました。中学生の頃、初めて参拝された時は制服姿。27日は大学卒業を報告です。愛子様は夜、皇居に戻られます。